B1 角座は2004年から2008年まで松竹芸能が演芸場そのものを保有し自主工業を行った日本の演芸場の一つ。もともと親会社である松竹が行っていた道頓堀の劇場角座での演芸工業に松竹芸能は芸人を配給して工業番組を編成していたが同劇場は1984年に閉鎖されてしまった。 ホームグラウンドであった角座の閉館をきっかけに移籍、解散したコンビもいた。1987年、小竹は同じ道頓堀にあった映画館、何技の一部を改装して、演芸の何技という演芸場をオープンさせ、演芸工業を続けていた。小竹芸能は角座時代と同様に芸人を配給し、工業番組を編成していた。しかし、これも、 劇場の老朽化や工業成績の低下などから2002年1月に閉館され敷地物とも第三者に売却されてしまった。このため、小畜芸能は2002年4月から道頓堀にあるパチンコ店4回廊道頓堀店4階の小ホール、南のど真ん中ホールを沈借して演芸工業を行っていた。しかし、昔の格座を復活させたいと、 道頓堀に2004年1月1日、旧、角座があった、角座ビルの地下1階飲食店後に、小さな演芸場をオープンさせた。B1 角座という名前の由来はここから来ている。客席数は150席。昼は、若手から、ベテランの漫才師、音楽漫談家、落語家、手品師などが出演する寄せが、夜は、若手芸人が出演のお笑いライブが行われた。 ケーブルテレビ等で放送されているバラエティ番組笑いの力の収録場所でもあった。2008年4月に松竹芸能は角座ビルの再開発を理由に2008年5月31日をもっての閉館を正式に発表した。その数年前から角座ビルの老朽化を根拠に B1 角座の相番の閉館が幾度か噂に上っており、 実際に2006年3月には、勇敢富士が格座、ビル全体の閉鎖を報じたが、その最小畜芸能側は、事実に反する胸の抗議及び声明を行い、後日勇敢富士側は紙面に訂正文を掲載した。また2007年1月には、会場にあった映画館の閉鎖を受け、映画館跡を演芸場に改装して移転拡大する計画が一旦発表されたが、後に、 映画館後の構造上の問題が判明したため、同年4月に計画を断念した。結局2008年2月に入り、松竹から演芸場移転の要請があったことが明らかとなり、この時点で、すでに松竹芸能は、同年5月末での閉館を示唆していた。2008年5月31日、松治俊へ、礼治が取を務めた昼間の寄せ工業と、 オールナイトイベントとして行われたライブ、ジョン・メロン最後は、角座に大集合をもって、B1 角座は、わずか4年5ヶ月の歴史に幕を下ろした。松竹芸能は2008年7月5日より、スタジオ2 1 2本拠を移し、毎週土曜日と日曜日に、昼夜の演芸工業を行ったが、ほぼ毎日工業を行っていた従前に比べれば、実質的に縮小となってしまった。 2013年7月28日、松竹芸能は、角座、ビル跡地を取得した県図ネットワークから、跡地に建設された複合施設を賃借する形で、松竹芸能、ダイハツムーブ、道頓堀角座を開場。5年2ヶ月ぶりに、道頓堀での演芸工業を復活させた。角座、何業とも、経営主体は、親会社の小畜であり、小畜芸能は、 寄せ番組の編成権など、演芸一切を任されてはいたが、基本的には、所属芸人を劇場に提供する立場に留まっており、工業そのものは、松竹の手によって行われていた。ここが、ライバル、吉本工業と異なるところである。したがって、松竹芸能に継続の意思があっても、松竹本社が見限れば、演芸工業を断念せざるを得なかった。その点、 松竹芸能が自主工業を行ってきた B 1角座は演芸工業を柔軟に行うことが可能であった。ありがとうございます。